ファイロファックス、違うわ 中レビューやった。エピソード17回目は、ここ東京は三軒茶屋のザ・ビーというホテルからお送りします。ただ、アップするのは福岡に帰ってからですが、今日は、たまたまホテルの前にね、キャンドゥがあったんですよ。100円ショップですね。まあ、108円ショップですけど。キャンドゥからでミニホールをしてきたんで、ちょっと紹介します。まずは、これ。僕ね、この蛍光半透明付箋めっちゃ使うんですよ。蛍光まっすぐ。今使ってるのはこのダイソーのやつなんですけど、ダイソーのはね、2列あるんですよね。で、ここを切って僕使ってるんですけど、これダイソーのはね、こう次々に剥がれるの。でね、貼り直してるんですよ、台紙に。このプラスチックの台紙に。で、このキャンドゥのやつはどうかは知りませんけど、まあ入ってるものは一緒ですわ。5色が 3×3 ね。まあ縦はちょっと長い。キャンドゥの方が長いです。で、裏がね、キャンドゥは、黒のこの紙ですね。こっちはダイソンの方はプラスチックなんで、まあ好みがあると思うんですけど、ちょっとまだこれ開けてないんですけど、これが終わったらこれを使います。で、次は、このストライプ付箋。僕持ってるのはこのタイプね。普通のこのポストイットのこのタイプで、ナフコにも同じようなものがあるんですけど、これはストライプ付箋ですよ。ストライプになってる。ちょっと可愛いよね。僕、ストライプよりは、シェブロン模様の方が、このギザギザのやつね、好きなんですけど、なかなか日本にね、シェブロン模様がないんですよね。次。この、日本、ジャパニーズメモレーブル、ジャパン付箋だって。で、これはね、なんでしょう、ほら、このアヒルのどこがジャパンかよくわかんないですけどね。相撲、これはいいですね。かわいいね。それから富士山とこけしと寿司のこの5点セット。このちょっと幅もね、それぞれ違うという。このかわいい系のこれを、僕はラック、いろいろな人にラックしてもらってるんで、ラックっていうのは前の Facebook の投稿にも書きましたけど、Random Act of Kindness の省略、RAK って書いて、ラックって読むんですけど、そのラックをするためのに買いました。日本的なものをね、世界の Firefox フレンドに送りたいんで、これちょっと、今1個しか出してないですけど、4、5、4、4、5個買ってきました。人にあげるように買ってきました。それから、この蛍光カラーシール、丸。大きさはね、ちょっと大きくて、もうちょっと小さい方が僕はよく使うんですけど、これちょっと蛍光なのが珍しくて、キャンドゥのやつ買ってきました。そして最後は、このフィルム付箋ね。この矢印のやつ。これも、なかなか、他のとこにはこの矢印型のがないんでね。矢印型っていうか、アロー、なんていうのかな。こういう先が、こう、尖ったやつは、いろいろあるんですけどね。今回はこの矢印、もろ矢印のやつを、ちょっと買ってきました。以上ですね。で、今日は、これ見てください。これはね、渋谷駅で配ってたんでもらってきました。クロレッツのミントタブ。これ多分新製品なんでしょうね。試供品配ってましたので、もらってきました。で、あと、パスも。福岡ではスゴカ。それから、ホテルのカードキー。こんなものが、この辺にありますわ。
薬を飲んだ記録、会議でもらったお菓子、なんかですね、たまには旅先での、なんちゅうの、フィルミング、エピソードのフィルミング、いいですよね。これからどんどんファイロファックス盛り上げていきましょうよ、ぜひ。だからまだこれをご覧の方で、まだゲットしてない人、ぜひ頑張って、ゲットしてください。ゲットしていきましょう。で、お互いにこうね、中のこう、セットアップとか、デコとかをこう、本件みたいにこう、アップして、みんなでシェアして、あ、それかっこいいね、とか。あ、俺、それするんやったら、俺これするな、とかね。お、そのクリップいいね、どこで買ったんみたいな、そういう話をですね、どんどんしたいんですよ。だからぜひ、皆さんも、ファイルマックスをゲットしてください。帰ったら編集します。それでは皆さん、おやすみなさい。東京は三軒茶屋より、お伝え、お送りしました。さようなら。